大谷翔平、長者番付13位。米経済誌フォーブス、電子版は16日、世界のアスリートの長者番付を発表し、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が8530万ドル、約132億2000万円で13位に入った。野球界ではトップで、公表された上位50選手に日本勢でただ一人ランクインした。過去12ヶ月の給与、賞金やスポンサー収入などで算出。大谷はグラウンド内で2530万ドル、グラウンド外で6000万ドルを稼いだ。米国の所得税は共通する連邦税と、住む州によって異なる州税に分かれる。野球選手は試合開催地の州で納税する仕組みで、大谷はドジャースから年200万ドルを受け取るが、共に最高税率が適用される。連邦税が 37%、カリフォルニア州税は約 13% の計 50% 超を納めなくてはいけない。ドジャースと世界のスポーツ史上最高額の10年7億ドル、約1015億円為替レートは入団合意時の契約を結び、約 97% を後払いとすることにした大谷翔平、29だが、現役の間は税金対策がほとんどできないようだ。スポーツ界の事情に詳しい米国の会計士は、税率が高いカリフォルニア州に住む限り、節税策はほぼない、と語った。1位はサッカーのポルトガル代表ロナルドで2億6000万ドル、約403億円。2位はゴルフのラーム、スペインが2億1800万ドル、3位はサッカーのアルゼンチン代表メッシで1億3500万ドルだった。クリスティアーノ・ロナウドは、サウジのあるナスル FC と7年700億円、それも手取りの金額で契約したんだよな。メッシはアメリカのインテル・マイアミと年俸30億円で契約。彼らは副収入も多くて1位と3位みたいです。番付に並ぶアスリートらの金額は一般人からしたら天文学的な額であり企業の売上金額のような感じ。ゴルフもすごいんだな。マスターズ優勝した松山秀樹の凄さを再確認した。日本人の感覚だと大谷が13位って感じかもしれないけど、確か去年、一昨年かも、の MLB の最高の選手でも35位とかだから、13位まで上がっただけで大谷がすごいってことだよ。サッカーメッシロナウド、バスケジョーダン、ゴルフウッズみたいな誰でも知ってるスターってすごいんだな。やはり野球はサッカーには勝てないな。野球の人気度や普及率を考えると大谷さんがトップ5に食い込むのはかなりきついと思う。クリロな一人で王国作れそう。大谷も半端ないわ。日本人で一人だけって誇りすぎだろ。まだまだ大谷も上がるだろうから来年はトップ10狙ってほしい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。